はい、こんにちは、時の高志農場です。明日は育成会の廃品回収、資源ごみの回収がありますので、これからね、その準備をします。まず新聞紙ですね。大きめの箱、これにしようかな。これにしましょうか。この箱に詰め替えます。よし、小さい箱の方が使い道があるんで、なるべく大きい箱で出して、小さい箱は残しましょう。まだ入りますね。よっこしょ。なんかゴミ箱になってますね。新聞紙入れがゴミ箱になってます。ゴミはまずいよね。はい、じゃあね、こんな感じで進めていきます。はい、動画の方は一回止めます。はい、おはようございます。国民の竹下農場です。育成会のね、廃品回収当日です。で、昨日ね、夕方までやって、ちょっと動画の方は撮れなかったんですけどね、ダンボールの箱が6箱かな、6箱と新聞紙が2梱包ですね。これを今からね、班のゴミ収集場ですね、そこまで持っていきたいと思います。はい、ゴミの収集、ゴミの集積場に来ました。で、朝か夜か分かんないんですけど、雨降ったんですけどね、昨日から出してる人はいないみたいですね。何人か持ってきて、資源ごみがここに置いてあります。まあ多分ね、これからまた出しに来る人いると思うんでね、そこそこ溜まるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあね、育成会のごみの回収ですね、資源ごみの回収、これで終了になります。お付き合いありがとうございました。